鳥居2019年11月に撤去された旧鳥居白髭神社は埼玉県鶴ヶ島市常織町に鎮座する神社。旧社家具は尊社。全国に存在する白髭神社のうちの一つ。奈良時代の創建と伝えられ、武蔵国を開拓するためにこの地に居住し、高麗軍を作った高栗人たちが築いた神社とされている。高栗人は、 高来軍に二十六の神社を創建し、それぞれを村の鎮守として数敬したという。江戸時代頃までは、和田、高倉、大六道王、小六道王、大田方に、張り売り、足折りの七村の総鎮守として崇拝され、明治時代以降は尊社として存在していた。2019年12月、金城天皇のご大帝を記念し、鳥居を約三百年ぶりに建て替えた。 国の選択無形民族文化財を予備し、指定無形文化財に指定され、夏季オリンピック開催と同じ年に行われる。足売り山越の流蛇は、白髭神社の横で組み立てられ、宮司の祈祷によって開始される。次回は、令和2年9月13日開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催の見送りが決定した。次回開催は未定。 ABCD 現地案内版より、ありがとうございます。